ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。エンジェルビーツファーストビートを続きをやっていこうと思います。さあ、今回は松下先輩ルートをね、頑張っているのですが、ギャグ要素が強いですね、このルートはね。さあ、定期テストのね、作戦を途中まで終えまして、ここからはちょっとスキップできるのかな。はい、今回のルートでは松下先輩ルートを行ってますが、まあ、定期テストの作戦を終えて松下先輩とも話せるところですね。行ってみましょう。4。おお、ここまでがっついてくる新米はかつていなかった。そういう松下五段は心なし嬉しそうに見える。じゃあ始めるか。ああ、強くなれるんですかね、最終的にはね。また組んだ途端に投げられる。そうして今度こそ前回り受け身に成功させた。おお、すごいね、頑張りましたね。よし、それを体に叩き込め。ああ、その後も何度も受け身の練習を重ねた。よし、いいぞ。今のも悪くない。慣れてきたな。結果、もうお前は大丈夫だ。お、投げられても怪我をすることはない。あ、すごい、習得したね、マジで。ああ、じゃあ抑え込みを教えよう。え、今から？どうした？体力の限界だ、これ以上は今日は無理だ。これぐらいで息を切らすのか。自主トレもしておくべきだな。ああ、痛みいるよ。さあ、そして定例会議、日向が謎に俺の肩を抱こうとしてくるところで、これはもう日向くん大好きだから抱かれるなんじゃないのかなと思うんだけれども、どうですか？俺はそのまま肩を抱かれる。いろいろあったが、とりあえずはお疲れさん。俺なんて何もしてねえよ。いやいや、天使のフォローをしてくれたじゃねえかよ。それはそうだけど、俺からはお前の方が体を張っていけていたと俺は思う。あんな無様な姿だぜ、無理やり褒めるなよ。さあ、4回目でしょうかね。いやいや、あれだけ絵になるのはお前の空体のフォルムのせいだぜ。マジかよ、だったら嬉しいぜ。また日向とキャッキャウフフした。はい、レコードが着々と回収できていく。はい、その後ユリッピにね、呼び出されたところですけれども、今回の世界戦では作戦の情報をリークしたことありますね。なので素直にあると言っていきましょう。一度だけある。いつ？天使エリアへの侵入作戦。ユリはやりきれないように深くため息をついた。そうよね、現状記憶が戻っていないあなたには神や天使に抗う理由がない。図星で何も言い返せない。天使に同情してしまうのもわかるわ。でもせめて記憶が戻るまではそういうことはやめて。現状で言えば、あなたは戦線にも天使にも肩を貸せる中立の立場。そうなのか。別にあなたを責めているわけじゃないわ。それは仕方のないことだもの。ただ一つだけ守ってほしいの。何を？作戦の情報をリークしないで。それは戦線メンバーのモラルとして。はい、まあこれはね、もう従うべきでしょうね。従う。あ、分かったよ。私たちは何十年と神とその使いの天使に腹がい戦ってきたのよ。それを邪魔しようというのなら戦線から抜けて。まあこれは当然のね、言い分ですよね。もちろん今後情報の漏洩に気づいたときはこちらからあなたを切る。いいわね、おとなしくん。最後は子供に聞かせるような口ぶりだった。はい、でここでうなずかずに遊佐のことを聞くをやっていこうと思います。こちらからも聞かせてほしいことがある。何？こいつについてだ。振り返ると彼女そこに遊佐が立っていた。遊佐さんが何？あまりに進出鬼没が過ぎる。しかもいつでも無感情。この世界においては俺たちと異なる存在なんじゃないのか。例えばだと必死に考える。はいはい、人間じゃないもう一人の天使ロボットの類、まあ、ロボットっぽいとはね思っていることはあると思うよね。ロボットの類。遊佐さんは人間よ。いきなり否定された。ならこいつの異常な機動性は説明がつかないぜ。この
の物理法則は生きていた頃の世界と同じはずだろ。そんなことどうでもいいじゃない。あれなんかあれですね邪険に扱われているような。ユリは小指を耳に突っ込んで赤取りをしていた。なんだこの適当なあしらわれ方は。改めてもう一度言っておくけど、今後情報の漏洩に気づいた時はこちらからあなたを切る。いいわね。なんか秘密ありそうですね意外と。ああそう答えるしかなかった。じゃあ帰っていいわよ。おやすみなさい。ああおやすみ。やはり遊佐の存在が恐怖に感じる。その資格は見つけてあるが、二度と作戦の情報は漏らさないでおこう。そう自分に誓い部屋に帰る。どうしたユリッペに何言われた。日向は制服姿のままで待ってくれていた。ちょっと注意されただけだ、気にしないでくれ。そっか、ユリッペは言葉巧みだからな。信念は突き通すべきだぜ。あ、だな。日向と二人でお風呂に入り、ジャージに着替え部屋に戻ってくる。じゃ、そろそろ寝るか。おやすみ。あ、おやすみ。その後は特に何もなく日が過ぎましたね。同じテーブルにユリが朝定食の棒を置いて席に着く。おとなしく、あなたはもう何もしないで。なんだろう、なぜ。だったらいる意味がないじゃないか。あるわ。最初の席決めで頭数が欲しかった。結果竹山くんが天使の前の席を引き当てることに成功した。じゃあ俺も何かした方がいいだろ。昨日は失敗したけど今日こそすげえやつを。ユリは静かに首を振る。でもあなたがここで抜けると教室の席に穴が開いて面倒なことに発展する可能性があるの。だから赤点にならない程度の問題を解いて、それ以降ぼーっとして何が起きても冷静でいて。作戦の要であるユリの指示だね。ああ分かった。そううなずくしかなかった。変わりましたね。まだ作戦の内容が少し変わるのかな。何が起きても冷静でいて。日向が飛んでっちゃったけど。そう言われていたからだ。俺は日向のために何もできないってのか。辛いね。このまま何もできずに終わるわけにはいかない。俺はもう一度日向に代わって注意を引く役を買って出た。ユリは難色を示したが、決して席に穴は開けないと約束してどうにか許可をもらった。昨日のような失態は見せられない。今度は完璧にこなしてみせる。適当にテストを済ませタイミングを測る。テストが終わるその寸前を待った。よし今だ。俺はすっくと立ち上がる。そして窓の外を指さす。グラウンドで神様が大怪獣と戦っている。大怪獣のフックが神様の顎を捉え脳を揺らした。だがまだ神様はダウンしない。大怪獣にローキック。大怪獣はそんな巨体からは考えられない速さで神様の懐に飛び込みワンツー、最後にアッパー。モロに入るが神様はやはり倒れない。未だ神様はプロになってからはダウンしたことがないそうです。相当首回りが強いのでしょうね。すごいね大山。大山が解説役を買って出てくる。神様またもローキック。あ、大怪獣ローキック嫌がってますよ。大怪獣が反撃のボディ攻撃。神様全然効いていないという笑顔でアピール。いや神様も効いていますよ。神様下がりつつガードを少し下げました。やはりボディ効いているのでしょうか。はい、ワンマッチのこの試合ボディ対ローの戦いですね。でもこの距離は神様の間合いです。その距離を殺そうと大怪獣が詰め寄った。そして大振りのフック。ウィービングでかわした直後神様のローまともに入った。大怪獣後ろに下がっていく。効いてます、完全に効いてますよ。大怪獣こちらも笑っていますが、いやもう強いパンチも繰り出せないほどロー効いてますよ。足が紫色です。神様は攻め時です。一気に決めるか神様。大怪獣をロープ際まで追い詰め容赦なくさらにロー。倒れた、ついに大怪獣が倒れた。
その顔は苦悶の表情、すごく痛がっている様子です。これは立ち上がれないでしょう。カンカンカン、ここで審判が止めた。神様の TKO 勝ちと息をつく。ありがとな、大山。照れるなこれ注目されてたのかな。休み時間となり、今日のオペレーションを終えた俺たちはユリの席の周りに集まっていた。お前すげえな、迫真の演技だったぜ。日向に褒められる。いや、大山が乗ってくれたおかげだよ。その僕を自然に乗せちゃうくらいすごくリアルな実況だったよ。しかしローキックだけで勝つなんて、神様と大怪獣のビッグマッチにしては地味すぎる試合でしたね。結果オーライなんだからいいだろ。あ、ちゃんとね、あの仕事できたんだね。あ、神と怪獣の戦いを実況したすごいレコードですね。今日もユリが昼食をおごってくれるらしいので食堂にやってくる。いや、あの神と怪獣戦の実況は誰もがグラウンドを見てしまう、すげえリアリティだったぜ。あれは解説の大山のおかげさ。いやいや、まずその作戦を思いついただけですげえぜ。来たか？おいおい、大したことないっての。お前の方が体を張っていけていたぜ。あんな無様な姿だぜ、無理やり褒めるなよいやいや、あれだけ絵になるのはお前のその体のフォルムのせいだぜ。マジかよ、だったら嬉しいぜまた日向とキャッキャをフフした。もうこれはね、フラグ完全に立ってるでしょうと思うんですけど。こうして試験の2日目を終えた。残りはあと1日だ。あれ、実況解説うまくいったらもう一回実況解説するのかな。全然違う手じゃないとでも乗ってもらえないよね、きっとね。はい、実況もしっかり終えたことですし、松下先輩に会いに行きましょう。また来たか、おとなしい。お前の根性には感服する。頑張ってるでしょう。ここまで来たんだ、とことんやるさ。うん、素晴らしい。では早速始めるぞ。ああ。右腕の使い方は首から上半身の動きを止めるためなんだが。俺が抑え込んでいる下から松下が説明してくれる。巻き込みすぎると簡単に逃げられてしまう。松下五段の体が反転し、俺は頭から地面に落ちてしまう。痛っ。右腕は自由に動かせるようにしながら首や脇を固めておくといいな。上半身の使い方はなんとなく様になってきたので下半身の使い方を習う。おそらく返し方は知らないだろうが、足を絡めてひっくり返そうとするのが常道だ。だから体重移動を細かく繰り返しながら下半身で安定させ、腰を相手の脇にぴったりとつけて隙間を開けないようにするんだ。言われた通り、腰に隙間を開けないように両足で踏ん張りながら松下五段の足が届かない位置を探していく。一通り動きは覚えたか。そろそろ力を入れても大丈夫だ。松下五段が俺の上にかぶさり、首に左腕を回すと、いたたたたたた、首がもげるように痛い。ここまで引きつけたらもう逃げられないからな。柔道の試合ならほぼ終わりだ。さらに体重をかけて30秒耐えたら一本だ。痛い、ちょ、ま、ん？嫌な音が頭にいる。やばい、体が全く動かない。おいおい、首の骨が折れたんじゃないか。いや、まだ支えてるから捻挫だろう。でもこれ以上の練習は無理だな。痛そうですね、毎回。確かに。はいね、一日使い物にならない体を休めて翌日でございます。さあ、起こすにはまだ早い時間、日向くんをどうすればいいかしら。これも日向の横で寝るだと思うんだけれども、どうなのかな。はい、ここは日向くん起こすそうですね。てめえにも仕返ししてやる。あっ、でこれまではじゃれやってきたが、今回はあまりに悪質だ。あっ、できない。もう二度とこんなことすんじゃねえぞと言いながら、あ、なんもないぜ。二度とすんなよ。あれ、ガチで叱られてる。ああ、ガチで叱ってる。まだぼやけて見えねえし。
だからこんなこと二度とすんなよ、いいな。ああ、くそ、すぐには治らねえ。面倒な一日になりそうだぜ。やりすぎたってことですね。俺はしばらく休んでおく。てめえはほら、これで朝飯食ってこい。無造作に食券がばらまけられる。その中から比較的胃に軽そうなサンマ塩焼き定食の食券を取り上げる。受け取り口でお盆を受け取ると、実に朝ごはんらしいものが並んでいた。でもさすがに俺のせいで朝食を食べられなくなった日向のことを考えると胸が痛い。はい、あーなるほど。はい、優しいですねこれ。せめてサンマにかけるカボスを日向、優しくなかったサンマにカボスかけて日向にあげるのかなと思ったんだけど、まあこれは、まあ、カボスでしょうね。カボスをサンマにかけることなく食べ終えた。トレーを返し部屋に戻る。戻った。ああおかえり。日向はベッドで寝たままでいた。腹減ってるだろう。そりゃ当然。そのお前のためにせめてもと食べ物を持ち帰ってきたぜ。目を平然と潰しておいてそんな良心は残ってたのか。まあまあまあ。はしごを登り日向の枕元に出す。ほらお口をあーん。半分にカットされたカボスを放り込む。すっべー。ぶっと吐き出された。え、さらに嫌がらせかよ。そんな、俺はお前のことを思って。今のはなんだ。カボスだが。それそのまま食べるもんじゃないだろう。ああ、サンマにかけるものだった。絞るだけにしておくべきだったか。それでも酸っぱいだけだろう。あれ、俺怒られてる。怒ってるよ。カボスの汁だけで腹が膨れるとでも思ったか。だから皮ごと食えるか。生だったら香り付けよ。それはすまなかった。まあ反省してくれたらいいけどさ。俺はそろそろ出るけどお前はどうする。目が回復するまでおとなしくしてるよ。わかった、じゃあな。ああどことなり行ってこい。なんか優しくないんだけどね、やってることはね。でも一応日向のことを思ってるんですね。ちょっと悲しい感じだね、日向的にはね手芸部に神の首製作をお願いしてから数日が経った読んでて笑えてしまう。さすがに3日か4日じゃ厳しいと思って長めに待ってみたが、もうそろそろ完成しているだろうか。手芸部に向かう。よう、こんにちは。はい、こんにちはです。お待ちしてました。自信あふれる笑顔で迎えられた。頼んだやつもうできてるのか。我らが手芸部を舐めてもらっては困るのです。ではどうぞ。ありがとう。俺は神の首の入った紙袋を受け取ると礼を言って手芸部を後にした。どうやって使うんだい。早速人気のないところに移動して神の首を確認する。これは赤い玉だ。目玉も口も鼻も不自然な場所にあり、確かに人間ではない首だ。だが最大の問題は完全なアクセサリー。手に収まるサイズ、ストラップホールまである。通りで紙袋が小さいと思った。俺の発注ミスだ。あ、そもそも確かなビジョンもないのに発注もあったもんじゃない。これ以上 NPC に迷惑をかけては先生のモラルに反する。いつか神の姿のヒントでも手に入れることができれば、その時はまた彼女たちに頼もう。いや、直江のマスコットできるんじゃないこれと思うんですけど、私の予想は合ってるでしょうかね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。